どうも、宇宙ヤバイチャンネル中の人のキャベツです。今回は、オウムアーマーに次ぐ第2の太陽系外天体が襲来したのかというテーマで動画をお送りしていきます。でも新しく発見された天体に入る前に、軽く以前発見されたオウムアーマーという天体について紹介していきたいと思います。でこの左上の方に出てくると思うんですけど、このオウムアーマーという天体ですね。すごい形が特徴的な天体です。で、これは2017年の10月に発見された天体で、その天体の位置と速度からその軌道を割り出すと、まあ、こんな感じで、この今サンドボックスで、このオウムアーマーの軌道を再現してるんですけど、まあ、こんな感じですね。その太陽系の外からやってきて、で、まあ、このすごい太陽の近くまで行って、で、最後その太陽の重力で曲げられて、太陽系の外に逃げていくという感じですね。で、軌道だけでなく、その、まあ、画像出てますけど、細長く奇妙な形をしていて、まあ、当時すごい話題を呼びました。で、しかもその原因不明の加速をしていたりとか、とてもこれ、本当に自然の天然のものなのかと、人工物なんじゃねみたいな話になって、なんか UFO みたいな一時期噂も流れたりしてました。まあ、ただ今では完全にその UFO 説っていうのは否定されてて、完全にまあその天然のものだっていう風に断言されてます。で、軽くオウムアーマーについて紹介したところで、今度は、新しく発見された C201994 という、天体について解説していきたいと思います。で、この天体なんですけど、まあ、オウムアーマーと同じで、太陽系の外からやってきた天体なんじゃないのかっていう風に噂されてるんですね。ちょっとサンドボックスではちょっと軌道を再現しきれてないので、軌道の動画の方を掲載させていただきます。見た目はまだ残念ながらはっきりとはしてないんですけど、このオウムアーマーと同様にある程度のその軌道というのはその連日の撮影によって割り出されつつあるので、それについて、まあその暫定的な情報ではあるんですけど、まあ、オウムアーマーと比較しつつ紹介していきたいと思います。でこのオウムアーマーなんですけど、発見されたのが、2017年の10月ですね。なので、まあ、今、このシミュレーションの中では、8月の末かな。なので、ちょっと時間を経過させて見てみましょう。で、オウムアーマーはどこにあるかというと、ここですね。ここにオウムアーマーがあります。すごい、ちゃんと。まあ、ただ、このシミュレーションでは、形、ちっちゃい天体が全部丸になっちゃうので、そこはちょっと、厳密ではないんですけど、まあ、軌道はちゃんと、これ、正しいものなので。で、今、9月に入って、10月っていうのはかなり、先ですね。そう考えると。こんな感じ。で、まあ、その地球に近くなった瞬間に、まあ、地球から近いとやっぱ観測しやすいので、このタイミングで観測されたということになります。はい。で、まあ、この発見された瞬間っていうのが、地球に近づいてますけど、この太陽から最も近い近日点というのはもう過ぎてしまっていたんですね。軌道っていうのは判明したんですけど、ちょっとタイミングが遅かったですね。ただ今回の C201994 っていうのは、まだその、近日点に到達するのが12月の10日っていうふうに、今のところはそういうふうに見積もられているので、早い段階で見つけることができたので、まあ十分にその観測がこれからも行われるだろうというふうですね。で、このオウムアーマーの近日点の方を見てみると、まあ、かなり、太陽に近い位置を通過していることがわかります。で、これ、3D なのでちょっと見えるかな。水星の軌道がここにあって、まあ、一番太陽に近い惑星なんですけど、それのさらに内側を通過していって、で、まあ太陽に一番近づいて、外側に逃げていくという形ですね。で、この近日点の距離なんですけど、3700万キロメートルとなっています。で、水星の距離がだいたいまあ6000万ぐらいですね、だいたい。6000万キロメートルぐらいなので、まあそれと比べてもかなり内側に潜り込んできたということがわかります。で、一方でその C201994 なんですけど、一番太陽に近づく点が、この太陽から3億キロメートルぐらい離れた場所になります。なので3億キロメートルってどれぐらいかというと、まあ、地球と太陽の距離が 1.5 キロメートルなので、それの2倍ぐらいですね。なのでまあ、火星と木星の間にある小惑星帯、っていうのがあって、まあ、その、本当に小惑星、ちっちゃい天体がたくさんあるんですけど、まあ、そこら辺を通過するということになります。で、この、オウムアーマーの大きさなんですけど、まあ、すごい特殊な形をしている天体なんですけど、直径でだいたい400メートルぐらいあるだろうというふうに見積もられています。
ただ今回の編隊に関しては、直径で 10km ぐらいあるんじゃないかっていうふうに考えられてて、まあ、オームアーマーと比べてかなり大きい天体ですね。で、この新しく発見された天体 C201994 なんですけど、この軌道で特に特徴的なのが、その離心率ですね。で、離心率ってこれ何なのかというと、まあ、どれぐらいその円が楕円型なのかと。で、楕円型で、それがさらに楕円を通り越して直線にどれぐらい近いかみたいな値なんですけど、離心率っていうのは、1から、まあ、0から1の値を取ると、楕円型で0だとちょうど綺麗な円で1以上になると楕円じゃなくてその、曲線を描くと、その交点をしない天体っていうのがわかります。でオームアーマーの離心率が 1.2 ぐらいだったので、これこう見るとそのかなり、太陽の重力によってかなり曲げられているのがわかります。ただその今回発見された C201994 という天体なんですけど、まあかなり最近、どんどんとその情報というのが新しく更新されていって、まあ正確な観測が行われていくにつれてアップデートされてるんですけど、まあ現在、本当に今僕が動画作ってる現在で、その NASA が提供する状況によると 3.7 っていう値らしいんですね。かなり、オームアーマーと比べても大きい値ということがわかります。で、この値大きいほど軌道というのは直線に近づくので、まあ、離心率が直線に近づくというのは、つまり太陽の重力の影響を受けないってことですね。このオームアーマーはすごい太陽によって曲げられているので、軌道がすごい大きく変わってしまいましたけど、今回発見された天体については、このオームアーマーほど太陽の重力の影響を受けずに、まあ、まっすぐとその自分を貫いているというイメージです。はい、いかがでしたでしょうか。まあね、C201994 という天体は、まだその、観測の途中でして、太陽系外天体であるという可能性は非常に高くなってるんですけど、まだその情報、詳しい情報っていうのは模索段階って感じですね。ただ現時点で非常にこの注目度が高い天体なので、まあ、今後もこの C201994 という天体に注目して、さらにその面白い動向に期待していきましょう。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。こいちでした。また次回の動画を楽しみにしててください。さよなら。